アニメさん、今日の晩ご飯何やったん？知らなピー。え、何知らなピーって。最近の流行りそれ。そうそうそう。最近の、あの、2021年、上半期流行語大賞1位の知らなピーや。そうなんや。え、バーナー知ってる？そうなんや。いや、初めて聞いた。知らんかった。わかなで。え、おうおう、知っと、知っとったね。知らんやろ。うちのテトさんは知ってんね、絶対。知らなピー。あの車、変じゃね？なんか変やな、あの車あの車なんか変な動きしてんな、大丈夫かな？どんなん知らなピー。うわ、前から車から、うわー、わー、あれ、あれ、え、どこここ、なんかこの展開、この展開なんか前回もあったぞ。なぜかまた島に遭難してしまったユキヤたち5人、それぞれは別々の場所に遭難しているようだ。そしてこの島の名はノイジー島というらしい。この島は前回の島の10倍近くの大きさがあるようだ。果たして彼ら5人はこの島から脱出することはできるのか。ということで、脱出島パート4ということで、おい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 、ゾンビの声聞こえる、あー、脱出島パート4ということで、前回の動画とかね、初めて見る方はぜひね、概要欄の URL か、右上の i ボタンからぜひ見てください。ということで、今回もやっていきたいなと思います。前回ですね、ちょっと軽く、説明しますと、ゾンビに殺されまして、で、かなでと一緒にいたんですが、リスイチにね、最後に寝た場所がね、めちゃめちゃ遠くてここに来てしまったということでね、僕ぼっちでございます。なんなら一回死んでもええか、復活地点めっちゃ近いんで、なんなら死ぬか、クリパーちゃん、バーン。ちょっと今日の目標をちょっと決めておきたいなと思います。ちょっと今日の目標はですね、とりあえずかなでとまた合流する、拠点に帰る、そしてバナナと出会う。はい、今回これでやっていきたいなと思います。あー、ここだ。よし、とりあえず朝なってきたな。挨拶長すぎて朝なってきました。とりあえずね、皆さん、あの、死んだ時にですね、あの、こうやってね、死んだ場所が書いてあるんですよ。なんで死んだ場所が拠点だったんですよ、言うとね、拠点なんでね、この座標に行くと拠点に帰れると、そして、かなでとも合流できるということで、その拠点を目指しつつ歩いていこうかなと思います。いやー、どうしよう、やばいな。めっちゃ離れてるし、食べ物も飲み物もないわけよ。皆さん、ちょっと食料やべえとか言っててんけど、小麦畑見つけました。もうこれでね、とりあえず食料は大丈夫ということで、もうパン作り放題なんでね。よーしよし、見て見て見て、ケンタウルス、あれケンタウルス、ケンタウルスおんで、みんな戦ってほしいと思うんやけど、いや、俺ここで死ぬとまた戻っちゃうんで、ちょっとやばいんでね、やめときましょう。よしよしよし、ということでパン、1スタックできました。1スタックもあればとりあえず大丈夫。おっと、トリキュラトプスってことは、え、結構近くなってるんじゃないですか。なんかね、見たことある場所来ましたね、かなり。よし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 、いや、めっちゃかかってるわよ。もう30分かかってますからね。いや、かなでどうしてんかな、俺のこと待ってんかな。いや、待ってくれてたらさ、いや、お前ええやつやなってなるけど、これ待ってなかった時よ、待ってなかったらもうあいつ、クソ。皆さん見てください、オレンジ来ました、帰ってきました、やったー。俺ここで死んだんでね、ね、自分の家で死ぬやつおるかって話なんですけど、ここで死にましたからね、俺。やったー、マジで。多分俺の死体が、え、あ、あった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 、よっしゃー、シャッシャッシャー、シャッシャー、ということで、ということでね、船作ったんで、かなでの家まで行きたいなと思います。果たしてかなでさんはいるのでしょうか。そしてここに、なんかピンクのね、羊がいたんですよ。で、まあ、コメント欄でいただいたんですけども、みんな結構ピンクの羊と遭遇してるみたいなこと言ってたんで、案外あそこみんな通ってる説ありますよね。よっしゃ、着いた着いた着いた。着きました。ちょ、かなでの場所なんかサファリパークみたいなよな、マジで。めっちゃ動物いる。果たしてかなでいるか？かなでさん。かなでさん。いないな、これ。この感じいないな。この感じいないな。いない、なんだお前、かなで？どうも、かなでです。ということで、
わ、とりあえず奏と合流したかってんけど、ちょ待つのもあれやしな、待ってんのも結構大変やからね、なんかしとかないとね。え、どうしよう、とりあえず水作るか。ユニバで買ってきた。ユニバあんの近くに。ユニバでちょっと買ってきたわ。ちょ、俺今日はね、なんかバナナと会いたいなと思って、今日こそは。いやいやいや、前回それやって合わんかったやん。いや合わんかったけど、ちょっと道ミスったなと思ってて、ちょっと馬貸してほしいんですけど、どうですか。馬貸してほしい。あの、やっぱ2人で行ってさ、迷子なんのは申し訳ないから、ちょっと馬で事前調査だけして帰ってきたいなと思ってて。サドルだけ貸してほしい。ちょっとあの噂によればバナナがめちゃめちゃ病んでるっていう、あの一人すぎて。さあ、はい、このさ、かぶり物さ、あれみたいだね。北は北海道、南は北海道まで。お前最近えぐいぐらい見てるからな、マジで。それみたいじゃない、このかぶり物。いや、マジで見てる。ちょっとやってや。ちょこんなやるか。絶対カットせんねな。いやいやいや、絶対カットすんだよ。あの、かまんかったらカットすねわ。じゃあ行くわ。はい。北は北海道。とりあえず、僕はちょっとバナナの救出に向かいたいなと思います。バナナはすごい病んでるっていうウサギちゃんらしいんで、ちょっと行ってきます。どれくらいで帰ってこう。15分くらいで帰ってくるわ、頑張って。はい。はい。じゃあねー。バイバイ。よし、ということで、もう今日はね、今日はもう友と会うよ。友と会う日来たよ。いや、今日はね、絶対会うからね。こっちじゃないな。まあ前回ね、バナナと出会った動画をね、ちょっと見直したんですよ。じゃあね、ちょっと行ってる場所と全然ちゃうかったんですよね。見て見て見て、これ絶対ここやん。絶対ここやん。なんかここで、なんかダメージ受けて、あの山をね、乗り越えたら、なんか、あの森があったんですよ。そこにバナナがいたんですよ。え、待って、バナナどこよ。もうまた一周しとんやけど、もうやだ、また帰ってきたよ。おかしいぞ、ここ呪われてんかな。いやー、頑張ろう、頑張れ、ユキヤ、頑張れ。バナナ絶対見つけたれ。お前しかおらん。バナナのこと知ってんのお前しかおらん。もうバナナ見つけて終わるみたいなオチで今日は決めたい。もう本当にあのパート上がるごとに進展がなさすぎて、ちょっと内容がね、やっぱないなーみたいな。内容がない、ないよーみたいな。これちゃうの？え、これじゃない？え、これ先来たところではないよね。え、逃げられた場面思い出せ。ここら辺じゃない？逃げられたの。え、なんかこれな気するんやけど。ユキヤ見つけろ。ユキヤ、お前しかいない。バナナを救えんのお前だけ。あれれ、ちょっと違うかも。ませんね。え、待って、これ見たよな。来たね、来ましたね、これ。皆さん、バナナはいないですけど、ユキヤ来ました。誰かいなかった今。誰かいたぞ。え、バナナ、バナナか、お前。バナナ